はい、伊藤さん、とあさん、お久しぶりです。お久しぶりでございます。居酒屋メロンもお二人で来ていただきまして、はいはい、ありがとうございます。準レギュラーみたいになってきましたね。準レギュラー第3弾は、ちょっとご褒美企画じゃないんですけど、ありがて体を使ってるお二人に、整体に今日は、ね、最高だね。OTA 整体院さん、 OTA 整体院さんに来ております。先生を呼び込んでいただきましょう。はい、先生お願いします。お願いします。はい、すいません、こんにちは。こんにちは。伊藤さん、とわさんですね。はい、ね、さっき、はい、待ち合わせ時間から何分遅れてこられました？6分か7分、いや、10分くらい。いや、違うです、これは。何が夕方ですね。電車運転見合わせの乗務員来るまで10分ぐらい。なるほど、そういうね、ちゃんと理由があったんだったらね、はい、できなんかお寝坊でもされちゃったのかな。全然ちゃんと起きてました。めっちゃ起きてましたね。もう楽しみすぎて一睡もできなかったです。今日はじゃあここに来られたということは、はい、何かお体に不調があったりとか、はい、あるとかなんですね。今日はもう全力で施術させていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ嬉しいにレッツゴーイエイ息ぴったりすぎ入れなかった今日のおパンティーがちょっと女の子の日でとってもダサいんですね。ちょっとご想像にお任せしますね。ちょっとギャーちょっと行きますね。伊藤さん、お願いします。お願いします。さあ、今日は伊藤さん、体調の不良というか、はい、調子悪いところってどういう点じゃないですか？肩こりがもうずっとひどくて、肩こりが高校生ぐらいの時からずっとシャーペンをゴリゴリやったりとか。シャーペンをゴリゴリ自分でやるんですか？めっちゃ効くみたいな。やっぱ看護学校行ってるんで、看護学校にもうめっちゃ書くんですよ、手で。今でも現役で。あ、それは疲れるわ。一回後ろ向いてもらってもいいですか？ちょっと探してしますね。伊藤さんの場合っていうのは、もう完全にこれ見ていただければ分かると思うんですけど、肩がすごい内巻きになっちゃってるんですよ。なので肩こりっていうのがものすごい普通の人よりも出ちゃう。パッと見た感じ、お腹の腹圧、腹筋力が弱いから。そうなんですよ。横がね、ここが反り込んじゃってるっていうんですか、反り腰の調整、はい、あと肩を開く調整、はい、これ終わった後にまっすぐ前に見て、綺麗な姿勢っていうのが自然と作れるようにしますので、はい、そうすると肩こりや腰痛、そこが全て解消されます、はい。あ、そこはもう完全にお任せいただければ、はい、ビフォーアフターで、はい、今の感覚で比べてみてください。はい、では早速やってみますので、はい、初めはうつ伏せの方で全身ほぐしていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、伊藤さん始めていきますね。はい、お願いします。腰今使うせいか骨盤がめっちゃずれ上がってますね。あと、こういう感じで反り返っちゃってるんですね。はいはい、反り腰ですよね。はい、これ綺麗に整えていきますので、はい、お任せください。やっぱこの今の看護学校、はい、ですごい勉強されてると思うんですね、うん、やっぱそういうところから猫背、はい、内型っていうのが出てきてしまって、あ、肩こりとか、であとなんか肩幅が自分広くて狭く見せようってめっちゃ思っちゃってた。結構ありますね、はい、背の大きい人とか、はい、その肩の広い人っていうのはコンプレックスだから、うん、自分を小さく見せる。そうなんですよ。うん、いやでもね、僕が思うに伊藤さんっていう魅力がすごい溢れる方だから、はい、そんなに自分を小さく見せることはないかなと思うんですよね。よりも、はい、全員私を見ろよみたいな。あ、そうするとね、はい、日本中の方々が伊藤さんのファンになるのではないかと、うん、待ってます。待ってます。待ってます。今のはこの背骨の椎間板っていうところがものすごい張り付いちゃってるので、はい、そこの筋肉をグッと引っ張ってあげて、あの骨にね、痛いとめっちゃ笑っちゃうんですよね。この日本にね、笑顔を作るのが僕の仕事なので。そしたらね、次骨盤を調整しますので、はい、そのまま見てください、はい、ちょっとすいました。先生を釣らせてしまいました。え、なんかやった？失礼しました。うまい？で、こっち力にして、はい、圧力
はい、次反対向きになってください。逆にお客さんでこういうのされたらちょっとお客さんですよ、ドキッとくるなって。ご飯とか、うん、ご飯とか、フードサービス、うん、使っていいよって言って用意してくれる人とかは、伊藤さんのところに行ったお客さんはご飯とか用意してあげるとより伊藤さんが喜ぶと。喜びますね。やっぱ食べる時間がないから。そうですよね。忙しいもんね。甘いものが苦手なんで。くれるならやっぱちょっと中本の蒙古タンメンとかね。嬉しい。嬉しいよね。嬉しい。お化け出た？襲われた！次で最後ですよ。何これ？音えぐない？なんかパンになった気分に。パンになった気分。パン？どういうこと？パン職人。パン職人。骨盤のズレを取ってますので、はい、要は仙骨の位置がしっかり整えば子宮がね、はい、いい位置に戻るっていうことです。確かに。で次仰向けからまた骨盤周りを調整します。音。すげえ。ただふざけたことばっかり言ってるやばい整体師じゃないです。で皆さんこちらどうぞ。はい。はいこちらに来てください。はい、まっすぐ立ってみて。今立ってみて、肩開いてる感じありません？めちゃめちゃあります。そうね、さっきまでこうなってたじゃないですか。うん、これをしっかり矯正で、猫背からしっかりと引き上げてありますので、肩がこうなってる分の、ね、丸みっていうのかな、丸みがしっかり取れて、ここの凝りですよね。凝りが結構良くなって取れてきますので、であと腰回り、腰痛どうですか？今痛みは大丈夫？ないです。ないですよね。うん、で、それに合わせて、仙骨の位置を整える。そして下半身の調整をしておいてあげると生理痛とかもそちらの方にもだいぶ効果的なので、はい、ぜひ今後はね綺麗な姿勢っていうのを重点的に置いて生活していってあげると今後のパフォーマンスアップにもつながるし、はい、最高の看護師さんになるように、はい、今後も頑張ってください。頑張ります。中尾さんお願いします。お願いします。さあ今日はどうですか、お体の調子の方。お体の調子、はい、腰はずっと痛くて。腰が痛い。腰が痛い。腰どの辺が痛かったりしますか？もう全体的に。それはまあいつぐらいから、いつぐらい前から。ずっと腰痛は悩まされてます。生理中生理前は特に痛くて、うん、でも結構ずっと痛いんで寝るとき仰向けが痛い。なるほどね。足の下に枕やって、はい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 、全くそれ反り腰です、うん、腰がこうなっちゃってるんですね普段から、うんうんうん、そうなると腰がここの骨がこう詰まっちゃうんですよ、こういう感じで、うんうん、子宮の環境が良くなって、うん、その生理で滞ってるとかをしっかり流してあげることも、うん、その痛みっていうのも取れてきますので、はい、一回ちょっと仰向けで寝てもらっていいですか。ちょっとその反りだけ見させてください。仰向けで寝ます。この時点で、まあ、きついってことですよね。足を上げる、ちょっと上げるとこれで楽になる。あ、楽。もうが楽、うん、ちょっとごめんなさい、手失礼しますでした、ね、これだけ空いちゃってるからここが通常つくはずなんですよ。へ、うん、終わった後にそこ、うん、えってなるようにしてますので、うん、進めますので、まあ、任せていただければと思います。はい、田川さんお願いします。はい、痛い。はい、ここもちょっと痛いですよ。痛いですね。はい、おそれだけ、ここは凝り固まってるっていうことです。トモさん、これ1日でね、この痛み取り切れないかもしれない。痛い、めっちゃ痛い。痛い。痛いね。トモさんのお客さんはどういう方が多い？なんか割と、うん、ポン様みたいな。押し系？あ、そう、押し系多いです。なんかすごいプレゼントいただいたりとか、なんなら推し系か、うんうん、もうガチ仲良くなるか。多分初めて行く人って緊張すると思うんですよ。ああ、めっちゃそうだと思います。うん、まあ、そういうのをしっかりとほどいてあげるっていうのは、うんうん、結構気遣いですよね。めっちゃ気使うタイプですね。うん、多分トマさんって結構、うんうん、尖って見えるんだけど
よく言われます。だけどこの人ってめちゃめちゃ気遣いなんだろうなっていう、ね、あえて空気読まないとか、だからめっちゃ読めすぎちゃって結構おいすおいすみたいな感じで、そうそう、まあ、初めて行ったら、うん、おいすおいすって出てくる、いやほーっとって今日は DS とか言って行きますね。太陽、あーそこ痛い、痛い、なんか痛い。ナルトとかわかります？わかるわかるわかる。天結、天結、逆が天結、逆が使って見えるやつポイント抑えられてる。ここをね、しっかりと下腹部のところしっかりと優しくマッサージしてあげることで、うん、ここの子宮の中の環境を整うので、もし今後、まあ、視聴者さんとかもね、うん、パートナーの方とか患者さんが生理痛できついっていう方いらしたら、うん、ぜひここのところを優しく、うん、優しくやってあげると、うん、生理中のなんか怖いんですから本当に。あ、マジ急美化しますよ本当に。急美化する。はい、じゃあ次、最後、はい、最後いきますよ。うわっ、いて、さあベッド起こしますので少々お待ちください。はい、どうぞお父さん、こちらどうぞおかけください。あー、いい、うん、今これ綺麗な姿勢なんですけど、どっか体に違和感あります？特にないですよね。一回立ってもらって、腰違和感あったと思うんですけど、これで腰痛みどうですか？硬いのもそうですね。腰痛みは大丈夫？ないです。原因となっているのは完全な反り腰、うん、先ほどもね結構痛いの説明させていただいたんですけど、でも生理中だとこの子宮のところに血が溜まっていくんですよね、うんうん、そうなると腹圧が弱い人はどんどんこう反り込んでいく、綺麗な姿勢とあとお尻周りのここのストレッチ、はい、をやっといてあげると痛み取れますので、はい、ぜひ今後は頑張ってやってみてください。頑張ります。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうも今日お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ感想の方を聞きたいんですが、はい、まずはお父さんの方からいかがでしたか？はい、なんかもう整体っていう整体をちゃんと受けたことなかったんで、すっごい良かったですちょっとね痛かったけどね。痛かったですね途中。でもなんかピンとしてるよね。ピンとしてるピンとしてるよね。お父さんの方はいかがでしたか？でも本当に普段体酷使しすぎてるな。うん、そうそうそう、いや本当にお話聞いてて、うん、自分の体もどっかで癒してあげないと、うん、今後のパフォーマンスにもつながってるから、ぜひね自分の体もぜひ伝わっていただければと思います。フルバージョンはテレン TV で見てね。